皆さんこんばんは、 MK です。 3DS 版ルイージマンションパート17やっていきましょう。前回新しい鍵を手に入れてこの甲冑の部屋に来たので、そこからやっていきたいと思います。ここどこかに絶対お化けがいるパターンだと思うんですが、吸うのか。まずはこの宝箱を開けていくか。わー、いるね。やっぱなんだそのスクリューパンチは。うまく決まったな今。それは笑うわ。めっちゃ笑ってたけど、今のスクリューパンチはうまかったね。わーい、そこか。よし、オッケー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 。このピンクのお化け、そんなに強くないと思ってたら、ハマると強えな。オッケー。なんかこのね、鎧がひたすら邪魔。ここか。おー、お金がたくさん。結構お金手に入ってるよね、さっきから。オッケーオッケーオッケー。ここは？はい。待て待て待て。ここは？お、お化けだ。またお化けだ。またピンクだ。おー、スクリューパンチだ。はい、オッケーオッケーオッケー。スクリューキックとか言ってると、あのロボットキットやってた時思い出すよね。ロボットキットもう完結してるので、まだ見てない方いらっしゃったらぜひぜひご覧くださいというロボットキットの宣伝も挟みつついきましょう。次ここか。はい。出るか？出ない。ここか？出るな。これは絶対出るぞ。出ない。パターン的に出るかと思ったら全然出ない。早く早く。これでこの鎧を、なんだ。わかったわかったわかった。どうした？鎧揺らしたらめっちゃ赤いの出てきた。こんにちはこんにちはこんにちは。あんたを吸い込んで終わりか。まだいるのか。これ全部にいるのもしかして。あ、これわかった。揺らせばさ、これ下ろしてくるやつがいる。うい。下ろしてくるやつがいるから、正面から吸わないように、吸わないじゃねえ、揺らさないようにしないとダメだ。これをさ揺らすとさ、おーおーおお、ハートくれるの君は。優しい鎧さんね。ここも横から揺らさないと下ろしてくる。うお、いない。あー、これ正面、痛い。下ろしてくるって分かってた。でも食らってないな、ダメージ。あれ食らったか。食らったな。いけいけ。こいつあれ、めちゃめちゃお金落としてくれる子じゃない。543210。はーい、オッケー。違った。ハートを捕まえて、この辺か。君は大丈夫か。君は大丈夫か。あれ、全部開けなかった今ので。こいつだけ。はい。あれ、全部開けてない。全部この顔が見える状態にしないといけないってこと。あれ、もういいの？じゃあこの部屋は。奥の部屋行っちゃっていいのかな。明るくなってないけど。上か。この布ポスみたいなの取ればいいの。ウィーンと引っ張って。おー、鏡だ。鏡は関係ないよね。あの盾みたいなのも関係ない。ちょっと鎧見てみるか。はい、立派だな。そうですね、立派だと思いますが、あなたのコメントがそれだけだとノーヒントってことですよね、これね。いいのか。じゃあ進んじゃうよ。こっちの部屋行きましょう。こんにちは。壺置き場。これ氷のエレメントでしょ。とりあえずこれ取っとこう。おお、壺がめっちゃある。なんだ。うわ、もういいってそういうパターン。おお、なんだ君は。すごい。横の横の壺がぐるぐるなったまま話しかけちゃった。ごめん。よ、そこのヒゲのあんちゃん。よ、オイラの壺コレクションどうかね。見事なもんだべ。あんままだちゃんと見れてないんで、ゆっくり見させてもらっていいですか。おっと、オラのコレクションをタダで見るなんて、そりゃダメだべ。もっとオラの壺を見たかったら、オラと勝負するべ。わかりましたよ。望むところですけど、すいません、なんかちょっとガタガタうるさくて左が。よし、勝負だべ。オラの分身を氷でいくつ倒せるか、それで勝負するべ。7匹すべて倒したらお前の勝ち。なるほど。お前が負けたらここから出て行ってもらうぞ。わかりました。この氷を使って、何ということ。おお、出た氷で。オッケーオッケー。ん、今ので1匹倒したってことでいいの。あれ、出た氷でカチンと凍らせて、あれ、凍らせれば終わり。違うよね多分ね。凍らせて、え、凍らせたら吸い込む。違うか。凍らせてピカってって吸い込む。凍らせてピカってって吸い込む。違うな。凍らせてピカってって違うね。あれ、いいのこれだけで。違うよね。え、優勝、終、ん、終了だべ。さて結果は、倒せてはいないぞ。え、いいんだ。わかんねえ。吸い込まないといけないんじゃなかったの。信じられねえだ。このオラが負けるなんて。てめえ、オラに恥をかかせただな。生かしてくれ。どっちだよもう。ほらほらほら、凍らせないんだろ。あれ、凍らすんじゃないの今度は。なになになに。うわー、壺だ。壺が、壺、はいはいはい。おー、来た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 。
お前さっきからむちゃくちゃ嫌がって、倒したんだから終わりって話だ。ツボが危ねえ、ツボが危ねえな。あのツボ吸い込、ツボ吸い込んじゃってからの方がいいな。はい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 、ツボおいで。ダメか、行って。ダメだな、おらよ、くっそ凍って。あ、だだだだだ、待て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 、これもう行くしかねえんだな、行くしかねえんだな。ツボを避けながらちょっとずつ体力を減らす作戦だ。もうそれしかないみてえだからな。ツボが減らないもんだって、吸い込んでも。30、危ない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 、いけるいける、まだいけるまだいける、いけるぞいけるぞいけるぞ。17、オッケーオッケーオッケー、6、5、いー。でも結構ハートとか真珠は手に入ってるから、この調子でいけるはず。どこだ、出やがった、ほら。6、5、4、3、2、1、0。オーケー、いいですね。これでいいの？テレサがどっかにいるね。そしてこの鍵はあの右側ってこと？うーん、鍵じゃない。鍵が良かったな。はい、今のうちにお札を回収して、お札がね、なんか回収しやすいようで結構回収しにくいんだよね。ふわ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 しちゃってさ、吸い込むのが結構時間かかるんだよ。はい、今のうちにお金を拾って、どこだ？ここか？この辺だな？この辺だな？これか？お、出た！テレサボール。テレサボールを一回、いい。そういうのはいらない。そういうのはいらねえんだ。テレサボールを一回ポンと飛ばして、ここか。ほらよ。出やがったな。243。あれ？お前、中途半端ってことは。なんかやったか？どっかで。300のやつか？これで、これ。いけいけいけ。あー、逃げた。いけるな。ちょっと待って。待って、まだなんかピカピカしてる。騙されてる感じ？おー、出た！あ、さっきのやつが2匹いる。2匹いて、1匹はさっき逃げたやつで、1匹が今出たやつだな。ちょっと待って。右に逃げたぞ、全員。ちょっと待って。右だ、右だ。右に行けば、どっちかがいるはず。2人とも、お二人ともいる。仲良く。おらよ。おら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 。吸い込んでやる、吸い込んでやる。2人仲良く、俺が。いけいけいけ。また、あんたで、あんただけでも、あんただけでも。いけるいける。あ、ここじゃない、ここじゃない、バカー。どっちから行こう、右から捕まえるか、こっちから行こうか。ここにいる。うーわ、ちげー。騙されまくってんな。よし、左から行くぞ。じゃあ、待て待て待て、左のこっちに入ればさっきのやつがいるはずだ。こんにちは、いるよね。あれ、また隠れた、出た、また隠れやがって。テレチュル、あら嫌だじゃないよ、俺の方が嫌だよ。ほらほら、こっち来い、こっち来い、こっち来い。どん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 お前を吸い込んでやる。いけいけいけ、よし、100切った、100切ったぞ。うーわ、結構大変だな。200って結構あるよな。76、いけいけ、吸い込め吸い込め吸い込め、ここではめるぞ、ここではめるぞ、来い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 。うわうわうわ、待って、結構68 69、結構全然減らない。全然減らない。はい、69のあなただ。いけ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 、68 67、全然減らなくない？なんかやり方ミスってる。ちょっと待ってよ、今度こっちだな、いるね。もういいってテレサ、ほらほらほら、捕まっちゃおうぜ、もう時間の無駄だから。なんかほら、減り遅くない？あまりにも減りが遅いんだけど。いつももっと早く減るよね。おい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 、どんだけ手間かけさせる気だよ。2匹いるんじゃない、ここ。あれ、1匹しかいない。1匹、じゃあここ捕まえてあげましょう。おー、早い早い早い、近づいた方早いのか。321、うーわー、あと2ぐらい、あと2ぐらいだ。こっちに行けばいるはずだ。はい、いるね。11はもう余裕でしょ。はいはい、うーわ。うーわ、あいつ1のくせに逃げやがって。いたいたいた、ほらよ、もうお前との勝負はおしまい。うーわ、もういいって、おしまいにしようぜ。ほらほらほら、なんでなんでなんでそんな時間かかってる。1でしょ、もう。はいはいはい、オッケー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 、いいですね。これで38匹目。こんにちは、捕まえましたよ。1匹、結構厄介でした。眉一つ動かさずテレサを仕留めたら、いや結構動いてましたよ多分。結構大変な思いして今捕まえました。はい、よし、テレサと今までのデータを送ってくれ。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。で、あと1匹が多分ね、あの右のさっき兵隊がいた部屋か、あそこにいると思う。
ピカピカしてたからさ、またあそこでどっかに隠れたわ、あいつ。はい、こっちに行って39匹だよね、でもそれ捕まえても。どうすればいいんだろうか。とりあえず行こう。こんにちは。これか、あれ、これじゃない、あれ、これ、待て待て待て、これか。出た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 、声204。結構大変よ204は。いけ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 るいける、こまめに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 距離を詰めていく。いける、あ、はまってるはまってるぞはまってるぞはまってる、こいこいこい、うーっと結構はまってたね今。いけるねいけるね、はい、ここ入って左だ、廊下にいるはずだ。この電話の部屋も真っ暗なままだけどさ、なんかあるんじゃないのかな。はい、こっちにいたいたいた、今度はどこに逃げる気だ。もう逃がさんぞ、ほら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 、いけ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 。なんかさ、減りが早い時と減りが遅い時ない？さっきの兵隊の部屋だとめちゃくちゃ減り早かったのにさ、こっち来たらなんか減り遅くない？俺の勘違いか。はい、お前を捕まえるぞ。オッケーオッケー、減り早い減り早い、いけ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 、結構減ってる結構減ってる結構減ってる、いけるいけるいける、まだいける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 、なんならいける。オッケー、これで39匹。小山さん捕まえました。また蝶のように舞うテレサを蜂のように仕留めたな、ルイージ君。そうですね、いいよ、そのいちいち一言コメントみたいなのつけなくても。これで39匹ですけど、まだ足りないか。テレサボールポン、まだ足りない。この兵隊の部屋とかなんかいそうだけどね、いそうだけどいないんだよな。あ、こいつやってなかったんじゃないの。出た、そうだそうだ、こいつやってなかったんだ俺。いけ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 、お前を吸い込めばこの部屋も明るくなってテレサが出るはずだ。そうすれば40匹ジャストだな。はい、オッケー。あれ、もう一回最初からってこと、お化けも。あれ、あ、だね、だね、そういうことだね。さっきあそこだけやってなかったんだ。騙された、あんな1個だけあったって気づかんよ。はい、オッケー。で、ここも開けて、ここも開けて、ここお化けだっけ、確かここお化けだよ。おらおらおら、はい、ピカッとしたら一発でいける。ハート吸い込みたい、あ、ハートちなみに欲しい、ハートください。さっきあったのにな。で、こいつらも、あ、下ろせ、下ろして、下ろしてきても食らわないんだっけ、食らうんだな。はい、おっと、下ろしては来ない、おっと、下ろしてきたけど大丈夫で、青いのを吸い込め吸い込め吸い込め。ここのテレサを捕まえれば40ジャストだから、それであのキングテレサのところ行けばいいってことだと思うよ。オッケー、君たちも揺らすよ。赤が出た赤が出た、あの、うえうえうえ、青がちょっと早く逃げ回るやつ大変だけど、それ以外のやつはそんなに難しくないかと。後ろから行けばいいんだな。あー、ハート欲しいハート欲しいハート欲しいな。行っちゃった。はい、あ、待って待って、パイン、オッケーオッケーオッケーいけるいけるいける、オッケー、ここ3210、おー、いいですね。で、鍵か、また鍵か、はい、いいですね。で、一番右の部屋か、これで全部開いた。あ、違うぞ、なんかまた変なとこ開いた。で、どっかにテレサ、これだな、ほらよ、うーわ、騙しやがって。今度はどこだ、これだな。出やがって。ほら、150。テレベマイル。待って。おーっとっとっと。あ、あ、ちょっと待って。このさ、テレサボールが邪魔でよ。いけいけいけ、いけるいけるいける。テレサボールが邪魔だけど、なんとかいける、なんとかいける、なんとかいける。まだまだ、まだ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 、まだまだできるぞ。いけいけいけ。廊下に逃がした。あのテレサボール邪魔だったな、今。廊下だとね、なんか吸いが遅いんだよ、見てて。ほら、ほら。なんかさ、吸い込む、あれが遅くない？明るい部屋だと早いのか。そういうことじゃね？明るい部屋だと吸い込む速度が速いと見た。ほら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 。暗い部屋だと遅いんだよ、これ。で、あの、この上の部屋は明るいでしょ？だから多分早いと思うよ。どっかに隠れて、おっと、隠れずにいるな。ほら。あれあれ、どこ行くのどこ行くの、そっちに部屋はないよ。ほらほらほら。明るい部屋だと早いんだ。いけ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 。残り残り10何。残り、あー、また逃がしたか。くっそ。今回テレサ捕まえる回だな。あまりストーリーの進捗がなくて申し訳ない。テレサを捕まえる回としてご覧ください。いたぞいたぞ。あと残り何本、結構攻めてたと思うけど。はい、14。あ、またそっち行った。一発で生きる部屋に逃げてくんねえかな。
なんで2階逃げない、あの2階行かないとダメな部屋に逃げるかな。はい、こっちに行って、いますよね、テレサさんいるはずだ。いたぞ、カラクリ部屋。はい、吸い込んだ。いけるいけるいける、ここで決めろ。オッケー、これで40匹だ。キングテレサのとこに行っても恥ずかしくないぞ。はい、小山博士また捕まえました。ルイジ君の腕もさることながら数々の技を教えたわしの才能が恐ろしくなってくるわい。お前のあれじゃないぞ、お前の成果じゃないぞ、俺が勝手にそのいろいろ編み出しただけで、別にあんたから教えてもらったことはあまりないんだけど。はい、行きましょう。電話の部屋でしょ、ここが。でどこだっけ、地下か、地下だわ、そうだ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 。地下だった。はい、こっちに行ってどん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 下に降りていきましょう。でキングテレサがいた場所に行けばまた新しいストーリーが進むはず。さっきキングテレサがさ、ほら5匹来たとか言ってたから、5匹捕まえればあいつのとこにもう誰も来なくて奥に進めるというやつか。ただあれだよね、クローバーの鍵なんて持ってないけどね。クローバーの鍵を手に入れないといけないような気もしますが、でもそんなタイミングなかったよね。そんなタイミングなかったからもういいんだと思う。よし、下に降りて右に行って地下です。こんにちは、ルイジです。で下に降りていくとダイヤがあるはずだな、だな。あ、まだある、まだ部屋があるぞ。まだ行ってない部屋があるな、ここ。はい、くるっと回って、あそこをやってからするか。じゃあとりあえずここ、はいはいはい、降りて、使用のところ降りて、これの左か。うえい、わかった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 。一旦入らして、一旦入らして。そっからだ、話は。はい、こんにちは。うおー、何？水が流れてる。配管室。じゃあ次回こっからかな。じゃあ次回、この配管行って。バカバカバカ、一旦出よ、一旦出よ。一旦出ます。よし、じゃあ次回ここの配管室、またなんか来た。ちょっと待って、ちょっと待って。一旦ちょっと閉めさせてくれ。一旦閉めさせて。ここ入ればいいの。オッケー。よし、じゃあ次回、あそこの配管室からやっていきたいと思います。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方は、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。